こういう人だった。めっちゃかっこいい。普通にかっこいい。池田選手かっこいい。めっちゃ好きです。ちゃんとそう予想して今日キャスティングしてるんで。そうですね。こんにちは。こんにちは。お願いします。何がおかしいの？いや、なんか、想像してた方です。想像してたよりかっこいいでしょ？はい、お疲れ様です。お疲れ様です。前回の動画がね、好評だったってことで、ね、ちょっとまたちょっと村田さんに質問で仕上げに来てもらってください。ありがとうございます。純也くん、今日の企画は何ですか？今日は合コン企画です。おお。可愛い子に会えるのかな？はい。今日気合い出てきました。なんかタイソンさんも服装がちょっとダンディーな感じ。そうっすね。ちょっと今日外したら次あるかどうかわかんないんで。気合入ってますね。そうですね、気合バッチリ。以前黒月さんでコンカフェでお邪魔させていただいたと思うんですけど、はい、また別のメンバーを招集していただいて、ね、はい、実はタイソンさんのねことが好きな方がその中に。素晴らしい。ダメですよ、ちょっとそう狙ったら。ちょっと顔が緩んでるんですけど大丈夫ですか？村田さんもその合コン用の服装ですか？そうですね、ちょっと今日気合い入れて今日かっこいい服着てきちゃったな。金が多いですよね、みたいな。じゃあやっぱどう怖がられちゃうかな。いいじゃないですか。ちょっとすごい お高そうなものばかりですけど、で大層さんの今日のコーデ説明していただいていいですか？あ、コーデですか？はい、これはユニクロなんですよ。ユニクロで、でこっちがABC マートで、でこれは結構いいやつですね。なんかメンズビギーってさ、そういうブランドのやつで。おいくらぐらい？いや、まあ1万いくらとそんな感じです。おお、高級品を着てきたよ今日は。ネックレスは？あ、これはなんか露天のでたまたま通りすがりに買ったステンレスのやつなんでですけど、なんか8000円ぐらいだったんですけど、なんかアマゾン見たら1000円2000円で売ってたんで、ちょっと買われました、ね、おたくられて、おたくられましたね。これ時計お高そうです。あ、これはそうですね、これは高かったですね。これはなんあれですか、まあ20何万とかそんな感じですけど、おお高い、これが一番高いですかね、みんなつけてるので。樋口さんめちゃくちゃラフっていう。そうですね、これ多分安いですね。ニューバランスと、あとは下靴はね、結構プレゼントでもらったんですけど、結構いいやつなんですけど、これ上は安いです、ニューバランス。以前黒月さんの撮影した時にスポンサーになられたと思うんですけど。ああ、そうですね、はい、スポンサーに、まあ、ならしてもらったんですけど、なんか次回はキノコとも戦わないし、なんかイチャついてましたよね、キノコと。イチャついてない。キノコは必ず俺が倒すから。結局俺の出した金何だったんだろうみたいな。全部開けるんですか、そういうのって。いや、わかんないです。なんか開けた方がなんか男らしさを演出できるかなって。ちょっと乳首が浮いちゃってますけど。これ大丈夫ですか？なんで合コンなのにそんななんかだるそうな顔してる。なんかこれ見たら一気にだるくなる。いや、不機嫌ではないですけど、なんか最近ね、うちのチャンネルもね、なんか念願の飯田さんとかもコラボできて、で登録者も10万人超えてっつって、で今日合コン企画をやるってことじゃないですか。なんかもっと、例えばブレイキングダウンのイケメン枠っていっぱいいるじゃないですか。力くんだったりだとか、虎之助くんだったりとか、それこそ小田くんとかだね。これはなんで純也くんは、はい、タイソン呼んだんですか？この現場が荒れればいいな。再生数が最近良くないので、ね、良くないので、はい、分かりました。経費かけられなくて。分かりました、はい、じゃあ行きましょう。はい、タイソンさん、その目大丈夫ですかね？その怖がられないですか？ああ、まあ大丈夫ですよ。結構女の子って、そういうのでしますんで。また使えないだけやめろ。呆れた顔して。じゃあすみません、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、前回ムンさん
はい、藤井さん出てくれて、すごい視聴者さんからめちゃくちゃ評判良くて、あ、よかったです。なんかすごい不安だったんですけど村津さんの頭をね、大きく引っ叩いたっていう。ちょっと腕あれここヨーディいる、ヨーディ本当にでも評判良くて、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。前回も出演させていただきました、バー黒月、統括マネージャー兼柏店総長のムンヒジュと申します。よろしくお願いします。バー黒月柏店の自称バイトリーダーベビです。よろしくお願いします。バー黒月横浜店のいちごアンメと申します。よろしくお願いします。とバークロツキ横浜本店のノネです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんの合コンなんですけど、格好がすごいですね。私服です。私服、私服、私服です。どういった男性が好きかっていうのを聞いてもいいですか。例えば年上なのか年下がいいのか。めっちゃあります。はい、ロンゲヒゲです。ロンゲヒゲロンゲヒゲすごい。ロンゲヒか。昔の綾野剛みたいな。ああ。なるほど。犯罪者みたいな。犯罪者。ああ、犯罪者。癖強。目つき悪い人が好きです。犯罪者じゃん。犯罪者。樋口さんの目つきどうですか。あ、結構いい感じです。でもなんか優しさがちょっとある。ああ、そうそう。もうちょっと。もうちょっと。ちょっとダークな感じ。ダークな感じ。わかる。例えばこういう人だったり、めっちゃかっこいい。普通にかっこいい。で、あ、いい。これなんかさっき言ったいかつめの、確かに。で、この方は本当起業家としても大成功。金持ちの匂いがする。金持ちがする。金持ちがいいもの食べてそう。これがまあ一番ブレイキングダウン人気あるっていう選手なんです。ああ、飯田選手。飯田選手です。飯田選手かっこいい。めっちゃ好きです。最近コラボしてるので今日、ね、いらっしゃるかもしれない。そうです、ワンちゃん。でもあと、あ、倉田さんですね。そうですね、引っ叩かせていただいた。そうですね。であと、すごい、すごい反射みたいな。この人だけ撮ってくれる人いなくて自撮りなんですか。本当にカメラで自撮り。こういうなんかマッチングアプリとか。わかる、これ意外とだ。ちょっとさ、飛ばすよ。いるいる、飛ばす、飛ばすよね。マッチングアプリでこういう人いる。誰が来てほしいかちょっと選んで。まあちょっとこの中で。ムンさんは。あ、飯田さん好きです。もう飯田さん一択。でもさ、最初の人さ、みんなさ、おーみたいな感じで、それはもうちょっと綺麗すぎる。綺麗すぎる。こういうちょっと危ないオーラが好きって言ったじゃないですか。これがいい。これとかいいの。ベビちゃん。じゃあベビさん、じゃあベビさん、小田雅也くん。お金持ちの人がいい。萩原裕介さん、言い方イケメンでね、美味しいものを食べさせてくれる。美味しいものをいっぱい食べたいかもしれない。で、めっちゃ優しいです。優しい、最高じゃん。大体わかりましたね。まあ一応この中の。でも、そう、あのちゃんとそう予想して今日キャスティングしてるんですよ。そうですね。おお。期待ないよね。あとちゃんと参加者の一人ですからね、樋口。あ、そうだ、俺もそうだ、俺も参加者なんです。そのうちのじゃあ2人来る、まあ、ごめんなさい、もういね、外れ1個引いちゃったんですけど、ね、2人また来るんで、はい、まあ、この中の、ね、2人が来ればいいです、はい、なんで、じゃあお店の方移動しますか。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ちょっと緊張します、村田さん。やばいですドキドキが止まらない。大蔵さんは。いや、まあ緊張はしないですね、まあ、楽しみじゃ楽しみですけど怖いんだよ、まあ、ちょっと顔が手ぶらでましょ、帰れねえ気合が入ってます。あれですよ、あの今日持ち帰るとかじゃなくてこう、ね、焦っちゃダメですよ、ね、なんかそういう回りくどいのがちょっと苦手なんですよね一応あのもう女性陣待機してますので4方いるんですけど。あ、4人、はい、はい、あのそのうちの1人ヘソンさんのちょっと好みっていうか、ね、ああ、はい、で最後はあの告白タイムみたいな作ろうと思ってるので、この方ちょっと見つけて仲良くなって、はい、まあ、シンデレラみたいな感じですよね。タイソンさんが選ぶ、選んで一応純也くんがヒントをくれるみたいなんで、あのヒントは、はい、出身地が海が近い、はい、海でしょ。あ、
それとなくこう聞いてもらって聞けば、まあ、分かるっていう、はい、先行きちょっと不安ですけど、あ、頑張りましょう。ありがとうございます。楽しんでいきましょう。はい、緊張してる。緊張してます。若い子と喋るの久々だから。分かりました。お願いします。お願いします。生ビールで、私ウイスキーロックで、あ、じゃあカシスオレンジで日本酒でお願いします。男性陣は全員ゲコなんで大丈夫ですかね。やばい。ああ、そう、ほんとやばかったね。潰れるかと思います。まだなんとか見えてますけど、いや、もうすれはやらないし、やらなくてもいいです。なんかムーさん、あのラウンドガールやられてたのと、あ、そうですね、喧嘩バトルロワイヤルで、ロワイヤルで試合見させていただきました。どうでした？あ、勝ってましたね、すごい。なんかあの、今日は僕のためにありがとうって言ってくれたんですけど、全然ラウンドガールの仕事だった。でもかっこよかったです。あの、このかん、なんかいつもの前お会いした時とかと雰囲気違って。本当ですか？あの、すごいたくさん売ってて、あ、ちょっとね、飲み物来て。中田さん、今日いつも以上に派手ですね。今日はね、若い子たちが気合い入れて。かっこいい。かっこいいでしょ。かっこいい。ブレイキングダウンのイケメン枠で売ってるから。サングラスの下はどんな感じ？どう？意外とクリクリしてます。そう、田沢さん、この、あ、ネックレス、ね、あ、ネックレス、あ、ネックレス、いつも、はい、なんか前はスタートにネックレスつけてました。前はつけてなかったと思う。今日はあれですか、あの、ちょっと気合い入れて。家にあるこう装備の中で一番ちょっと最強のやつ全身コーデ。全身コーデ。どこで買ったんですか？これちょっと露店でなんか8,000円ぐらいで、なんか露店商で買ったんですけど。これちょっと笑っちゃう。そこの露店。新宿の露店。あ、新宿の露店。なんか海外の人とか。Amazon。海外の人とかでやってるやつ。あ、そうですね、海外の人でやってるんで。新宿よくありますよね。なんか本当はなんか12,000円なんですけど、8,000円でいいですって言ったんですけど、なんかアマゾン見たら2,000円ぐらい。え、中田さんはあれですか、どこで買うんですか、こういう金、ゴールド、ゴールド、ゴールドが18金、すごく優れらしいですよ、この金額が。いくらですか？跳ね上がって、これで、ね、ぶっとり今買ったら多分180万。すごい。え、触りたい。触る？いいよ。これね、取り外すときはね、みんなパチパチって取り外すと思うには。俺もだけこうやってやるから。俺もだけこうやってやるから。そう、すり減っちゃう。見て。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。あげてくださ俺も過去だから。比べて、あ、いいですか。あ、うん、なんか多分5倍ぐらい重いです。なんか、え、なんか、いや、なんか色なんか違くないですか、これなんか。なんでですか。これね、あんまり濃すぎるか、真鍮の色になってますね、これ。太蔵さん、そこでなんかあの対抗意識もやったっていう。だって今日あのなんかね、俺
のためになんか開いてくれたんじゃないですか。まあそうなんですけど。西本さん、あれですね、何百万。すごい。引っかからない。そう、そのために剃ってる。これだから外すと、その分なんかすり減ったりするから。いやいや、こっちは外すっすけどね。取んないから。こっちは何だろう、止め金が、あんまり外したりつけたりしてるといい。大丈夫さん、ここ締めないタイプですか。でこの服あんまりここ締めない派ですか。あ、ここ、いや、まあ、その方がなんか肌見した方がなんか、肌見せ、見せてきてる感じ。ダメですかね。いや、男らしくてかっこいいと思いますよ。あ、すごい、村田さん上げてくれる。大沢さんさっき下げようとしてたのに、村田さんのこと、村田さんは大沢さんのこと上げてくれ。ちゃんと。いや、すいません、すいません。じゃあ、すいません、今日はありがとうございます。よろしくお願いします、はい、樋口武宏って言います。あ、ちょ、今日僕のチャンネルでって言って、皆さんお集まりいただきありがとうございます。はい。じゃあ村田さんどうぞ。日本一喧嘩が強い村田だよ。今日はね、樋口君が誘ってくれてこんな美女たちと喋れてよかったです。イケメン枠で売ってるんで、みんな注目してください。やったり、足立のタイソンと言います。喧嘩15,000、はい。で、まあ、ところがタイソンっていうのもいるんですけど、まあ、そいつの方は、まあ、偽物で、こっちが本物です。なるほど。はい、ありがとうございます。自称バイトリーダーとして働いてます、ベビです。よろしくお願いします。お砂糖で作られたお人形をしています、いちごアメットです。よろしくお願いします。アルコールを飲んでる人です。よろしくお願いします。どうですか、太蔵さん的に第一印象は。そうっすね、肉好きで言えば、そのさ、この真ん中の人が、まあ、結構いいのかなって感じで。肉好き、グラマーって言い方しますね。あ、グラマー。そうっすね、はい、結構迷いますね、結構。めっちゃ迷っなんかさっき話してる時に、どういう人がタイプみたいな話してた時に、なんか美味しいものを食べさせてくれる人がタイプってアメちゃんって。食べるのが大好きなので、美味しいものいっぱい食べたいし、いっぱい食べてくれる人が好きです。じゃあどんどんいいでしょうか、出しますね。おいっぱい食べていいよ。うちのチャンネルの経費なんですけど。出身地ってどちら？出身地は私は4方いるんですけど、あのヒントは、はい、出身地が、はい、海が近い。海でしょ。あ、韓国。あ、韓国。はい。私、千葉県です。あ、千葉県。はい。私、沖縄県です。沖縄。あ、私、神奈川。神奈川。あ、なるほど。今、結構あれですか、海の近くとかで、なんか、あるの、うん、海の近くですか。横浜近いから海近いですね。沖縄、沖縄はもう、まあまあ、千葉も、千葉は、はい、今年は海でバーベキューしました。うん、ああ、まあそうですね、ちょっとまあ最初ちょっとはっきりさせておきたいんですけど、男とかって付き合ってないんですよね。付き合ってないんですよ。今現在なんかね、付き合っててなんか、いや、ただ単に撮影来ましたとかって言われて、それになんか俺が熱を上げて結局何もなかったりとか、新しいじゃないですか。だからそれが最初に怖い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 。付き合ってたら怖いんじゃないですか。ない、ね、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 ない、まあ、じゃあめっちゃ怖い。でも村田さんはどういう人が好きなんですか。
グイグイ来てくれる人です。意外グイグイ行きそうなイメージじゃないですか。グイグイも行くけど、うん、例えばですけど、頭撫でられるとよしよし、頭はもう触りたい、全部毛は生えてるから。そう、本当だ。ハゲじゃない。もうハゲじゃないの。俺はハゲじゃないから、ここは強く。じゃあどういう人がタイプ？どういう人？やっぱり理想で言えば、やっぱり顔と体と性格がいい。理想。誰が一番ズバリ今の段階、現段階では？現段階ですか。めっちゃ体見てる。怖い。でもそれ言ったら、ちょっとあれやん、可能性狭めるみたいになるじゃないですか。ちょっとそれは。それ言ってしてて、可能性狭めてますからもう。まあいいんじゃないですか、でも。大佐さんの直感で。直感で。おぉ。ちなみに女性が口を押さえるときって恥ずかしいときなんですよ。恥ずかしさを抑えるときに言われるらしいです。心理学であるらしいです。ああ、じゃあ結構いい感じ。この間ちょっと海の家に来たときに、一緒に波打ち際で戯れてくれたんですよ。え？なんかもしかしたらそれを今ね、こう覚えててくれるんじゃないかな。なんで覚えてる？いや、覚えてる。うん。おお、これは、なるほど。うん、俺を挟まずに、なんかそうやって、なんか、やりすぎて、やりとまってますよ。報告した方がいいですかね。当たり前でしょ。だから、深井様さんが、なんか、この前のオフ会の後に、黒月の海の家オフ会の後に、モネに、DM を送ったって聞いたんですけど、その内容が、のねちゃんと自然があるところに行きたいなみたいな。そうっていうのが、あの私とオーナーとそのグループラインにタイソンさんからこういう連絡が来たんですけど、どうしましょうみたいな来て、のねから。怖い。晒してたんだ。いや晒したら言い方が悪いですよ。晒してない、あの SNS に載せたとかじゃないから、あの相談、まあ、どうすればいいですか、うん、でもあれですね、あのもし俺に本当に気があるんだったら、そんなことしないんですか。そうやって見せびらかしたってことは、いやもうその女の子が悪いみたいになっちゃうのが良くないと思います。まだ悪いとは言ってないですよ。あ、でも晒す、へぇ、晒すんだみたいな感じだと思ってます。まあでもちょっと、まあ、ショックだった。まあ、ちょっと期待してたんですけど、ちょっと、なんかのねが悪いみたいになってるのいいかなですけど。いや、悪くはないですよ、悪くはないですけど、あでもあの本当にやっぱ気があるんだったら自分の中でそれ収めとくじゃないですか。でも、あ、これ見てって、そんなことしてる。あのタイソンさんからこういう連絡が来たんですけど、どのようにお返しすればいいですかって、そこでちゃんと確認を取って、で大丈夫だったら連絡取りますっていう、でも結局 NG 出したんですよ。NG 出したってこの人。私が悪いってこと？メッセージが悪いわけでもない。メッセージが悪いってこと？めっちゃ怒ってる。その後全く怒ってる、なんか怖い。名刺に来なかったってことは、いやそういうことなんだ。ちょっとなんか真剣にこう取り組んでるの、それをなんかみんなで。陰で笑ってたってこと、ちょっと笑ってたわ。笑ってたわけじゃないですから。どう思います？だから相談したね。相談、さらしたんじゃなくて相談っすよ。あ、そう、しかもちゃんと今日来てるわけだから。うん、嫌だったら来てない。うん、もう怖い、目が怖い。何の目なの？まだあれですね、じゃあ脈あるっていう。いや、わかんないですよ、モネさんがどうだわかんないですよ。
でもなんかお店としてはやっぱりこう女の子なんかね、そのめっちゃ喉乾いてる。何飲んでるか。そう、どっちの。イチョウちゃんはなんか食べどんな食べ物好きなの？ラーメンとか。ラーメンとかも好き。なんか今こう日本で一番うまいって言われているラーメン屋のラーメンが昆布ラーメン。昆布ラーメン。仕事の。らしくて、でそれ今度食べてみたいな。どこにあるんですか？ちょっと場所は分かんないけど。そっか。でもラーメン美味しいよ。もし切れるんだね。なんでこれ。ない。店員になんか態度悪い男の人めっちゃ嫌われます。でも態度悪くないですよね。結構自分はでもあの店員とかにも言うことをバンって言うから店員に言うことを危ない言うタイプなの。結構言わないと気づかないことがあるじゃないですか。まあなんで教えてあげたい。そうですね、まあ良かれと思って言うんですけど、一回ちょっと小休憩して、打ち合わせし直しますか。大層さんはちょっとでもなんかまあ一応まあカメラ回ってるから普通に笑ってはくれますけど、なんかあれですね、俺のことが好きとかそういう感じではないですよ。いやもう自分を下げることしか言わないよ。後半はそうですね、ちょっと村田さんには申し訳ないんですけど、その大層さんをこうフォローして言いましょう、頑張りましょう、ありがとうございます。今日は手ぶらじゃ帰んないですよ。そうですね。じゃあなんか連絡先とか交換しても大丈夫ですかね。なんか向こうが OK すれば大丈夫ですか。そうですね、後で DM とかが良くない。ああじゃあ今こうそうですね、あとはタイソンさんのアシストするんで、うん、いいんですか、うん、申し訳ないです、ね。いいですか。いいっすよ。大蔵さん的には誰ですか。いやちょっと迷ってんですよ、ね。迷ってんすよ。はい。いや三人ともちょっと特徴が違うんで、ちょっとどれも捨てがたいなと思って。そうです。まあでもねっちゃんはいいかなと思ったんですけど、なんかね話聞いたら全然俺に気がなかったみたいで、なんかねなんかそうみんなにこう見して。あ、でもあれは業務連絡だよ。業務連絡しょうがないですよ。だそういうものっすよ、だって、うん、タイソンさんのいいところをもうフルでアピールするっていう作業。結局誰がいいのか、うん、そうするとバーッといける、うん、一本絞らないとダメですかね。の方がやりやすい、まあ、やりやすいですね、うんうんうん、難しいな。だってさっきもあれじゃないですか、全員なんか千葉となんか横浜と沖縄っすよね。全員なんか海の地。でも一番海ってイメージするところどこですか。もう沖縄。あってことはですか。そういうことですか。そういうことですね。じゃあちょっとそうっすね。手ぶら帰るわけないんで、その真ん中のここでちょっとお願いします。アシストお願いします。はい。どうしたんですか。ああ、ちょっと休憩してきて。リフレッシュ。私、学生時代、自分ちょっとボート部の部長やってて、ボート部、ボート部で、すごい。こういう、俺が、一応やってたんですよ。おお、すごいですね。うーん。なんか沖縄のなんか話してる。雑。じゃあ
ゃあ沖縄で楽しいよ、沖縄の人がおすすめ観光の方に勧めるスポットとか、うん、あ、沖縄は、あ、でも興味なさそうに言って、何してんの、そう言ってたんで、いや別に食べながらって言うんや。チャタンのアメリカンビレッジっていう街が、その建物とかも綺麗なんですけど、海際にあってカフェとかがいっぱいあるので、なんかそういうところで一緒に美味しいの食べながらもうダメだ、連絡先交換とかじゃしていいですかね、まあ、でも、まあ、みんながいる前だったら、はい、まあ、その相手の了承が得られたら、まあ、確かに今公の場でもし OK だったら、うん、大丈夫、はい、誰で交換したいですか、まあ、分かんないです、全員じゃダメなんですか欲張りすぎる一人ずつじゃあしてって聞いてきゃいいんじゃないですか、じゃあ一番この子行きたいな、連絡先交換したいなと思う人に、ちょっとムーブ、あのちょっと俺学生時代ちょっとボート部入ってまして、そういうスポーツとか好きですか、スポーツマンとか誰に言ってんの、あのスポーツマン、スポーツマン、うん、好き、かっこいいではあります、かっこいい、うん、そういう人とこう付き合いたいみたいな、うん、まあ、そうですね、あ、うん、まあ、まっすぐな人、まっすぐな、まっすぐ、自分もまっすぐ、諸突の親方なんで、ちょっと一緒にどうですか、沖縄のアメリカ村でしたっけ、アメリカンビリッジ、アメリカンビリッジ、ね、とかどうですか、不本心になっちゃうからですね。そうですね。廃墟は捕まるから捕まっちゃうっすね。そうなんですね。心霊スポット好き？そんな好きじゃない。心霊とか好きじゃない。
めんなさい、もうあの無理なんです。そういう人もなんか最初から来てくれないとちょっと興味ないなってずっと思ってたんで、ごめんなさい。親父の重りは嫌です。そうですね、せっかく俺がこうやってね、今日純也君と僕でね、文さんにお願いしてキャスティングしてもらったの全部自分で台無し。で、なんかちょっとはめてません？はめてない、はめてますよね、俺の子って。何言うんですか？いや、俺に気がある子がなんか一人いるとかって言って、海地下で、地元が海地下とか言って、みんな海地下だし。まあでもね、皆さんぜひね、あの村田さん、あの9月1日にそのさっき写真で出てたあのビキ君とね、そう試合ですので、ぜひブレイキングダウンです。ブレイキングダウンです。ブレイキング史上最大のイケメン対決です。イケメン対決必要本物がもうイケメンが決める。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。みんな今日これ食べるじゃん。はい。なんかやりたくない？やりたいっすね。一人だけなんかちょっとスーパーのマグロ食わせるとか。またおもろいおもろい。俺のマグロさんの一人だけ。そうっすね。面白い。